写真拡大。広島 DeNA 8日マツダスタジアム。広島が同点に追いついた。初回、警察官に1死から4番鈴木誠が死球を選び、続く松山が中前打、6番相澤が死球を受けて満塁となった。ここで好調の堂林が DeNA 先発浜口の直球を三遊間に弾き返す同点的自打。2走松山が本塁でタッチアウトとなり、勝ち越しはならなかったが、試合を振り出しに戻した。チャンスだったので、本人は球団広報を通じ、まず1点取ることができてよかったですとコメントした。なお堂林は今季初めて3塁で先発出場している。